皆さん、おはようございます。上野貴子の俳句 TV、 今朝の一句をお届けいたします。今日は4月の10日月曜日ですね。お花の方もね、満開となりまして、そろそろね、散り始めるかなというような、この辺では感じなんですけれども、今朝はね、結構天気もいいかなっていう感じで、予報の方では晴れ時々曇りというような感じに、この辺は出ております。それでは今朝の一句、松尾芭蕉の俳句をご紹介していきたいと思います。松尾芭蕉は生涯に1000句余りの句を残したと言われておりますけれども、その中から毎朝一句ずつご紹介していきたいと思います。それでは今朝の松尾芭蕉328番目の句です。まず岩へ梅を心の冬こもり、まず岩へ梅を心の冬ごもり。1687年、松尾芭蕉44歳の時の句です。それでは解説してみますね。何よりもまず先に祝いなさい。梅の花が咲くことを心待ちにして、冬の間をこもっていたのでしょう。と、芭蕉は読んでいるのではないかなと思います。それでは、さらに細かく中身内容、この句の、句意を見てみたいと思います。まず、チェックしたいと思うんですけれども、俳句575、17文字17音、このようなね、俳句の作りとしてはどうなっているのか、見たいと思います。まず最初、まずいわえと、上語は5文字で始まっております。まず祝えと、まあ、こうね、始まってるんですね。まあ、5文字で言葉の切れが来ています。そして、次に7文字。梅を心のと、中七。7文字でやはり言葉の区切れ、切れが来ております。そして、下語。下語が、冬ごもりと5文字。今日の句は俳句575、17文字17音のリズムにはきっちりと入っている、整っている句になっているかなと思います。そしてさらに中身内容、句の意味、句意なんですけれども、句意を考えるときにはまず俳句の季語、季節がどれかということをね、見たいと思います。この句の中ではまず中七に梅が出てきてますね。まあ、この梅って言ったら、季語梅といえばやはり春、早春、春の季語ですね。そして最後にもう一つ、冬ごもりという、こちらも季語やはり来ております。冬ごもりっていうのは、冬の季語がここに来ておりますね。ですので、今日の句は、ちょっとややこしいかなっていうふうに思えると思います。まず、梅。これが花の梅。早春ですね。そして、冬ごもり。これは冬。季語が2つ入っております。ですから、季重なりの句なのか、これは、ということになりますね。そしてじゃあ中身の意味はってなると、まず祝えと始まっておりますので、祝え、祝うということですね。
まず最初に祝え、まず最初に祝いなさいよ、祝いましょうよと始まっています。お祝いしましょう、まずは祝いましょうというふうに始まってますね。そして次に何が来るかというと、梅を心のと次に来ております。ですからまあこれは梅、早春に咲く梅の花、梅の花を心の冬ごもりと、来てるんですね。祝いなさい、まず最初に祝いな、まず祝いなさいよと。そして次に梅を心待ちに、梅を心待ちにしている、うん、梅を心待ちにしている、これはどういうことなんだろうなと。梅という花は早春の花で、新年を祝う、昔は春イコールお正月でしたよね。なので昔は新年を祝う、梅といったら新年を祝うというような、そういうような意味合いのめでたいお花でもあったんですね。そのめでたいお花をまずは祝いましょうと、梅を心に、心待ちにして、新年が来ることを、早春梅が咲くのを心待ちにして、そして冬ごもり、冬ごもりをしていることだということなんでしょうかね。冬の間に人に会えずにこもっている、冬の間こうこもっていることだということなんですね。なので、冬の間にこもっていることだ、冬の間、まず、冬の間こうこもって、こう冬ごもり、冬の間こもっていた、ここで何か意味がね、ちょっと不確かな、何かこう気重なりが2つあるので、ちょっとこう取りようがね、どんな風に取っていいかなってちょっと悩む、難しい句ですよね。で、前後前書きか何か注釈などで資料で何か決め手になる言葉がないかということで探してみたんですけれども、そうしましたところ、前書きがこの句には添えてありまして、しばし隠れ行ける人に申し遣わすというふうに前書きが書いてる、あるんです。ですから、しばし隠れ行ける人に申し遣わすというふうに書いてあるんですね。しばし隠れ行ける人に申し遣わすということは、しばし隠れていた人に申しますけれども、申し遣わす、しばらく隠れていた人に、申しますけれども、申し残しますけれどもと、そういうようなことが、書き添えてあるんですね。前書きに書き添えてあるので、これを句の意味を解釈するにあたって、ちょっとね、考慮に入れて、何かはっきりしないかなということで考えてみると、しばし隠れ行ける人っていうのが冬ごもりをしている人のことなのかなっていうことになると思うんです。ですから、冬ごもりをね、しばらくこもっている人、しばらくの間冬ごもりをしてこもっている人、こもっている人に申し遣わすっている人に、申し遣わすと、言葉を残すと、言います、遣わしますところということなので、しばらくの間冬ごもりをしていた、どなたかお弟子さんの中に冬ごもりをしていたものがいると、そういうものに、場所はまずは祝いなさい、心待ちにしていた梅が、梅を心待ちにして、そして
冬ごもりをしていたのでありましょうと。とにかくこれはまず祝いなさいよ。梅の心に梅が咲いたことを心の頼りに、お祝いしようではありませんかと冬ごもりをしていたのでしょう。もう梅が咲きましたのでまずは祝いましょうよ。とにかく梅が咲きましたよ。とにかくまず祝いましょう。とにかくもう祝いなさい。梅が咲く頃が来ましたよ。冬ごもりをしているあなた様、もうお祝いして梅を祝って出てきてくださいよ、というそのような芭蕉の気持ちがこもっているのではないかなと思います。梅の頃が来ましたよ。まず祝いなさい。冬ごもりをしていたあなた、出てきてください。梅が咲きましたよ。梅の咲く早春の頃が来ましたよ。さあまず春を祝いましょう。さあまず春を祝いましょう。春を祝えよ。もう梅が咲いてきましたよ。冬ごもりをしているあなた、起きてきてください。出てきてください。また早春の梅を見て一句ひねりましょうよと、元気を出してくださいよと、そういうような芭蕉の誰か冬ごもりをして冬の間こもっていて見かけない人に対する、励ましの言葉、それをここで句にされているのではないかなと、そのように解釈していいのではないかなと思います。まあ、季語が2つ重なっておりますが、梅を心の冬ごもりというふうに、句としてつなげているので、梅が咲くのを心待ちにして、梅が咲いたことを自分の心の中に言い聞かせながら、冬ごもりをしていたあなた、さあ祝いましょうという、そういうような、ことを言いたいのではないかなと思います。ですので、これはですね、冬ごもりというのがその身を清めることであると、冬に何かこもってその身を清めて、良いことを、が起こるように、その身を清めるための冬ごもりであるというように、この冬ごもりというのをね、ただ冬にこもっている、その外に出ずにこもっているということ、これはその冬の間に身を清めて、梅の咲く春を迎えるために何か身を清めて、修行にこもっているとか、何かにこもっている、そういうようなことで、それを、まず祝いましょうと、梅を心待ちに冬ごもりをしているあなた、という、そういうような、さあ祝いましょうと、そういうような思いを芭蕉はこの句に込められているのではないかなと思います。それでは最後にもう一度芭蕉328番目の句をご紹介してお別れしたいと思います。まず祝え、梅を心の冬ごもり。まず祝え、梅を心の冬ごもり。1687年松尾芭蕉44歳の時の句です。それでは今朝はこの辺で、また明日、バイバーイ、さよなら。